次は荷重なんですけども、まあ、やっぱりその歩行とか、ADL 動作にかなり関与してくると思うんですけど、そこについてのポイントはいかがでしょうか。まず荷重は歩行とその他の荷重って分けるといいと思うね。歩行は僕の真骨頂だけど、だけどまず荷重のところで言うと、皆さんが多分臨床行って荷重やるのは、まあ、平行棒内でスクワットとかそういうとこから始めると思います。その時に見てもらいたいのは何かって言ったら、ゴールデンウィークに林則夫先生の特別イベントを開催いたします。このイベントに関連してツイッターキャンペーンを行います。景品はなんとこの2冊の本をプレゼントいたします。詳細については下の概要欄をご覧ください。立位をとって、その後よくやるのが、例えばスクワットなんかはよくやると思います。で、そういった動作をやるときに、注目してみてもらいたいのは、まず立っているときにどうやって立っているかっていうのをよく注目してください。例えば荷重が2分の1荷重であっても、例えば右側が悪いとしましょう。右側が悪かったら患者さんは必ずこうやって左側に体重が移動しています。で、それとあとは体がどちらに回旋しているかっていうのを見るといいと思います。で、ほとんどの人は、回旋が、後方に回旋すると思います。なので、この位置でただ今日から2分の1って言われたから立ってとかスクワットしてってただやらしてるっていうのが多分ね、バイザー一番嫌がると思います。だからまず、見て、ポイントがね、この時にまっすぐ乗るっていうことが大事で、まっすぐ乗って、荷重かけるということがやっぱり体が一番機能するということ、これを知ってください。で、その時の見るポイントが、一つは、体の形から、想定して、例えば、体が後方回旋しているとか、上部体幹が後方によって寄っているとか、そういうアライメント、この形から見る、捉える、どうなっているかっていうね、その非対称のものとかおかしいものを捉えてどうなっているかっていうのを見るのが一つで、あとね、もう一つね、結構ね大事なのはね、側圧で、後ろかかと側にかかってるかつま先側にかかってるかっていうのもそれ見てください。で、それをちゃんと指導してかかと側にかかってますよって言って、で、患者さんに聞いてもいいんですよ。例えば、つま先とかかととどっちにかかってますかって言って、あ、かかと側にかかっちゃってますとかって言ったら、あ、それをね、反対側と同じように真ん中にしてくださいって言ってやるだけでも綺麗になると思います。で、こうやって荷重のエクササイズをちゃんとやった後歩かせると綺麗に歩けると思います。で、これをね、ビデオとかに撮るといいと思うね。最初に歩いた歩行と、荷重エクササイズをちゃんと真ん中で撮れるようにして行った後に歩くのと、ビデオ撮ったら明らかに変わるって分かります。だからこうやって、我々の荷重の指導ね、どうなっているかっていうことをちゃんと評価して、だからこうやって指導するっていう、それがあって改善したら歩きも改善するとかっていう循環を作っていけると、患者さんも喜ぶし、アバイザーもこいつできるなと思われるんじゃないかなと思いますよ。あ、すみません、ありがとうございました。荷重、についても、大変参考になるかと思います。本日は TKA についてかなりボリューミーな内容になって、そうだね、すごく熱心な学生さんにとっては、とても参考になる内容だと思います。理学療法士のプロとしてている組織として何を仮説する、私なら加熱筋というのは腰痛を考える上でこの圧痛ポイント、ちょうどここです。この脂肪体のところが内転圧になると骨頭の位置、これが長母子、フィールレーズが早く起きると